俺は直角っていうアニメの主題歌です。ね、俺は直角ってどういう漫画かって言いますとですね、ここに俺は直角っていう漫画が持ってるんでございます。僕の大好きな漫画なんですよ。で、学問のすずめっていうオープニング曲で、僕のおすすめ、おすすめってことでね。俺直角ね、これどういう漫画かって言いますと、これね、主人公は石垣直角って言って、剣の達人ね。もう直角入り。名前が直角だけに直角入りね。石垣直角は、身分がすごく低いんですよ。身分の低い剣の達人と、あとはここにね、ギターを持ってる、これ、北条輝政っていうね、身分の高い、西洋かぶれの嫌なやつなんだけどね、身分の高い嫌なやつと、身分の低くて剣術の腕が立つ、この性格も生活も、まあ、正反対な二人がだんだんこう友達になってくっていう友情のギャグ漫画なんだけどね、うん、このね僕が好きなのはこのね北条輝政のこのキャラクターが強烈でね、すごい面白いキャラクターなんですよね。どういう風に面白いかというと、直角はほらね、なんて言うんだろうって、もう主人公だからね、もう剣を持ったらもう誰にも負けないっていうことだよね。そうで、輝政はね、これどういうキャラクターかって言いますとですね、身分が高くて何でも手に入るから、こういうのもね、自慢したりするわけ。これは西洋の楽器でグイターと言うんだ、ブレーモンめっつって。でね、西洋かぶれだから、英語もある程度勉強はしてるんだけど、あんまり意味は分かってないんだよね。俺は、輝政はね、俺は偉いのだ。This is a pen というのだ。って言ったりね。そんな感じでね、このテレマサという人は面白くて。でね、このテレマサの、この戦闘方法もすごい面白いんですよね。どういう風にして戦うかっていうと、ね、I am faster。そう、何でも手に入るから、こういうのも持ってるんですよ、本物ね。そう。そしてこれを、身分の低い人たちにね、こう自慢したりする。本当に嫌なやつなんだけど、でも、まあ、ギャグ漫画だからその辺はね、その辺はギャグ漫画だからすごく面白く描かれてるんだけど、そうね、このピストルをね、ピストルでこうね、これはアイアンパストルというね、無礼者め、この遅れたやつに覚悟しろっつってこう、銃を向けるんですよ。ね。ね、気に食わないやつにね。そう。そして何をするのかっつったらね、銃向けて、撃つわけでもなく、ハーモニカを吹くっていうね、こんな感じ。アイアンパストル。この無礼者め、控えろ。すげえ面白いキャラクターでしょ、これね。そうそうそう。そんな感じでね。そして、まあ、友達になっていくまでにはね、それなりのドラマがあって、
ね、もうちょっと長いんだけど、このテルマサのこの戦法が僕がすごく好きだよね。そしてね、この俺は直角の主題歌の学問のすずめっていう曲はね、歴史の年表を曲にするっていうのはね、これもまた面白いよね。それで、石垣直角は主人公で剣も強いんだけど、真面目なんですよ。だから、学校のクラスの子たちのことを考えて、少しでもね、住みやすい学校にしたいなって日々考えてるんだけど、寺間さんと仲良くなってから、ね、直角が学校のために何かすることはないかってことでね、これはいいかもって思いつくわけですよ。そして、身分の高いテルマサにね、ねえねえ、テルマサ君、今日ちょっと協力してくれるってお願いするんだけど、さっき、そのテルマサがさ、なん、一体なんだって言うんだよ。俺は歌ったの踊ったりすればいいのかなってついてくっていうね。面白いでしょ。ね。さ、身分が高くて嫌なやつなんだけど、やってることはすごく僕の好きな面白いキャラってことでね。僕はこの、北条テルマサが大好きです。ということでね、もしよかったらね、俺は直角、僕のおすすめの、ギャグ漫画だっていうことでね。ということでね、俺は偉いのだ。なんて言ったって、This is a pen だからだThis is a pen だからだ。俺は直角の主題歌、学問のすずめでした。この遅れた休め、無礼者、控えろ！